ユイトたちと一緒だったはずだろう。オキシ、可憐が降りついたのかもしれないわね。いずれにせよ、捕まえて聞けばわかる。ルセハン、あ、いいのか。いや、すごい。よし、たまには私もやるんだよ。逃がすと思う。体勢を崩したら一気に決めるわよ。あがきも終わりよ。次も。なんだ、町のビジョンが一斉に消えた。こいつは都市コンピュータの荒はばきがシャットダウンしたな。都市機能を制御している荒はばきが停止すれば町の機能も停止するってわけか。分かっていたことだが、コンピュータの装飾が消えると何とも味気ない風景だね。ベルペッパーはいつもこんな風景を見ているのか。ベルペッパー？ピーマンのこと？無能力者のことよ。能力がないから頭の中身が空っぽだってことさ。くだらない差別用語だ。シデンの言う通りだ。すまないね、よくない言葉だった。都市機能は一般人、能力者の使用を想定して作られているからね。無能力者には生きづらい時代だ。今や人類のほとんどが何らかの能力を持っているのが普通だからね。でも荒はばきが何もなくシャットダウンすることは考えられないわ。カレンはセイラン氏と結託して反乱を目論んでいた。なら当然荒はばきは邪魔だろう。もうすぐシェルターです。まったく冗談じゃない。まさか街中で例の実験を行ったんじゃないだろうな。そんなはずは。だったらなぜ街中に怪異が現れるんだ。都市機能が麻痺したのもそのせいなんじゃないのか。待ちなさい。なんだ君は。怪物軍。あなたに用はない。おい、重ね。例の実験って何？人間を怪異に変える実験のこと。そうなのね。未来のユイトが言っていた通りなんだわ。ヒリンから離れろ。まさかお前たちも反乱勢力か。
お前たちもとはどういうことですか。この先の通りで超能力者に襲われたんだ。このタイミングで評議会の人間を襲うなんて反乱分子以外に考えられないだろう。待て、襲われたのは君たちだけか。いや、他の議員もスメラギ議長も襲われた。みんなチリジリに逃げたが。そいつらを捕まえていて、開花実験について聞かなきゃいけない。おい、重ね、待て。この先にスメラギ議長がいるなら、開花のことを聞けるかもしれない。それに、ここで議長が死ななければ、滅亡の未来が遠ざかるかも。Petite sauvegarde juste avant la cinématique. できるの。それは言えない。私は本気よ、答えて。どの道、私はもう重ね。ユイト、父さん、カサネ、大丈夫？父さん、どいてくれ！するんだ。結局私が殺したと思われる。だけどあの未来は私がいなかったから起きたはず。ここには私がいる。あの未来へは進ませない。ユイト、あなたには死んでもらう。はあ、何を言ってるのよカサネ。それがあなたとの約束、覚悟。オッケー。俺を殺すことが俺との約束。何言ってんだよカサネ。分からなくていいわ、死になさい。Là, cette caisse a mis autant de temps à arriver。カサネ落ち着いて、早まれ。
Tu commences à soulever une pierre et puis au bout d'un moment tu réagis plus bien. Oh là là, je suis retourné dessus. くれないわね。このままじゃ拉致が開かない。ブレインフィールド、あれなら確実にユイと。そうできるはずだわ。やるのよ今。私はお姉ちゃんを助けるためにこの世界を守りたい。そのためにこの手を汚す。これで確実に仕留めてみせる。Ses mains est très puissant mais épuisant pour le personnage. Le déployer trop longtemps provoque des effets secondaires et des lésions cérébrales. Si vous perdez le contrôle du champ cérébral, cela mène à une défaite. Appuyez L1 pour désactiver le champ cérébral avant qu'il mène à votre mort. Ok. Hidoi kibun da wa. Jibun ga tamotenaku naru yona. Kore ga Brain Field.重ね。ユイト、ごめんなさい。私を恨んでくれて構わないわ。まだ息があるわね。今とどめを刺してあげるわ。待ってくれ。どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは。重ね、重ねが父さんを刺したのか。なんだ。盲目なるニューヒムカの民、そして全てから目を背けた愚か者どもよ。私はカレン・トラバース、
ニューヒムカの管理政治を否定し、目覚めたものだ。私と同志たちは、志を同じくする青蘭氏と共に歩む決意をした。このままだと捕まるぞ。逃げるなら、そっと試練たちに合流しろ。哀れなニューヒムカの民よ、真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報、人々を管理している。そこに人の意思も自由もない。すべての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し、狂わせ、自らの手駒とし、従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサレたちが。待て、待ってくれ。目覚めよ、ニューヒムカの民よ。セーランは人間の自由意志を守り、人間が真に人間らしく生きるための環境を提示する。そしてその場を守ることを約束する。我らと共に歩む者に資格はいらない。私はセーランの前線に立ち、人類を管理し、一部の人間だけが利権を得る統制社会に反旗を翻した。これからはセーランを我が故郷とし、ニューヒムカの体制を打破するのだ。これから始まるのは、隠蔽されていた支配からの脱却、革命戦争である。目覚めし者、目覚めようとする者よ、私のもとへ、セーランのもとへ集え。共にニューヒムカの体制を打ち滅ぼそうではないか。カゲロ、どういうつもりでスメラギ議長を刺したの？何？こっちも聞きたいね。どうしてユイトを殺そうとした？頼まれたからよ。なら俺と同じだ。俺の雇い主がニューヒムカの暴走を止めるために評議会議長を暗殺しろと命じてきた。誰かに暗殺犯の汚名を着てもらうつもりでいたが、俺の蒔絵に食いついたのがまさかお前らだったとはな。悪かったよ。だからって俺が真犯人だと名乗り出るつもりもないけどな。カゲロ、君は確か渡月の出身だったね。渡月教の伝道者だったとか。まさか渡月に依頼されたのか？渡月とは縁を切ってる。っていうか、この段階で議長の命を狙う勢力なんて一つしかねえだろうよ。セイラン側からの依頼ということね。今はそれで十分よ。それよりここで話し込んでいるとユイトたちに追いつかれるわ。とりあえずビジョン街まで逃げるわよ。話はその後にしましょう。いいわね？了解。カゲロ、透明化で逃げようとしても無駄よ。私があなたを捕まえておくから。さすが強化隊長、おとなしくしますよ。カサレちゃん、悪かったな。泥をかぶせちまって。狙ってはめたわけじゃないんだぜ、マジで。そんなことより、なぜスメラギ議長の暗殺役があなたなの？渡月出身者をセイランが信用するなんて。依頼され。
やっと見つけたぞ、カサネ。カレン！試練か。カサネを引き止めておけなかったばかりか。金魚の糞のようについて回っているとはな。これがあなたの言っていた反乱なのか。そうだ。ニューヒムカは管理社会を構築するだけに飽き足らず、禁忌の研究に手を出した。人間を怪異に変える研究。奴らはより優れた超能力者を作り出す研究を行い、その過程で生物の怪異化という実験にたどり着いた。俺は怪異化を生み出したニューヒムカ政府を潰す。海抜群の半数は俺と共に来ると言っている。お前たちも青蘭市へ来い。ま、俺はその方が好都合だな。お前は何者だ、カゲロ。そいつはどういう意味かな、年隊長。お互い腹に一物あるということか。俺の邪魔をしなければ構わん、昔と同じようにな。何？あなたたち昔からの知り合いなの？いや、まあ。で、そちらさんたちはどうするのよ？僕は最初から青蘭市に着くつもりだった。カレン、連隊長のことは正直腹が立つが、ニューヒムカ政府のやり口は好きになれないからな。私も行かせてもらおう。何、単なる気まぐれさ。カサネ、あなたはどうするの？ナオミを怪異にしたのはニューヒムカ政府なの？そうだ。ナオミはセイランにいるのよね？ナオミを助けてくれるのよね？最善は尽くす。わかった。それなら私もセイランへ行くわ。やれやれ、これで俺らもう巣王には戻れないな。ま、しゃあないけどよ。一番戻れない立場なのはカゲロウだろう。スメラギ議長を暗殺したのは君なんだから。まあな。俺様はお尋ね者、試練はセイラン出身のインテリ君。なんだその言い方は。インテリで悪いのか？悪かった悪かった。で、嵐はあれだろ、どうせカレン連隊長の動きが気になるんだろ。吹雪連隊長に迷惑をかけないかどうかって。私はそこまで弟思いじゃないさ。ま、そういうことにしておいてもいいけどな。で、京華様はどうしてセイランに着くの？まさかカレンファンってことはないでしょうよ。あら、私がカレン連隊長のファンじゃおかしいかしら。吹雪連隊長の方が好みっぽいけど。もうカゲロウったら、私が好みのタイプかどうかで自分の考えを変えるような人間だとでも思っているの？私みたいに海抜群の指揮を取る立場にいると、政府の不審な動きは嫌でも目に入るわ。まして人間を怪異に変える研究をしているなんて許せない。ま、そこだよな。結局カレン連隊長には海抜群の半数がついてきたって話だぜ。みんな政府に不信感抱いてたんだろうな。カレン連隊長の人望もあるんだろうけどよ。そうなの。何にしても海抜群は再編成されるでしょうね。私たちもセイランに行ったら今とは違う編成になるかもしれない。そうだ、そういえばこれからこのアジトはどうなるのかな。このユニットはランドール家の持ち物なんだろう。このまま使い続けても問題ないはずよ。ランドール家には使用していないユニットがたくさんあるの。そもそもこのユニットを使うことも向こうには知らせていないから。おっと、無断借用だったのか。
まあでも今後も使えるというなら使わせてもらおう。休める場所があるというのはありがたいことだからね。セイランに行けばお姉ちゃんに会える。待ってて、お姉ちゃん。Interlude numéro 5. Ouais, du coup, ça a débloqué le dernier. Ok. Ok, ça a débloqué du coup de la dernière branche. まさか我々が反乱。On a plus le mot pour lui. Ah, il l'utilise en plus. D'accord, ok. Oh, mais pourquoi pas, hein. シデン、何をしているの？重ね？別に何もしていない。隠すぐらいなら誰にも見えない場所でやったら。人形相手に何してるのかって気になって仕方ないわ。いつから見ていた？さっきからよ。それどんな意味があるの？お前の指図を受ける義務はない。違うわ。気安いおしゃべりとかいうやつよ。私たち同じ部隊の仲間でしょ。仲間はそういう話をするんじゃないの。気安いおしゃべりか。これはバッキーちゃんと言って。知ってるわ。ナオミも大好きだし。流行っているからとうちの親に押し付けられたんだ。僕は全く趣味じゃない。だったらどうして？お前のせいだ。え？お前に一騎打ちで負けたせいで両親がしつこく励ましのメッセージを送ってくるんだ。負けたことを家族に話したの？話すわけあるか！しばらく返信をせずに放っておいたら状況を察したのか、すごい頻度でメッセージが来るんだ。しかもとうとうこんな人形まで送りつけてきた。本人たちは元気づけてるつもりなんだろうな。でも重いだろそういうの。だから返信が億劫でメッセージの着信を見るだけでイライラしてきて。ストレス解消で人形に八つ当たりしていたということ？そうだよ。悪いか。周りに怒りをぶつけるよりいいと思うわ。
なんだ、ずいぶん物分かりがいいな。うわ、何の音？元気にしてますか？最近連絡がないから心配してます。お母さんもお父さんもシデンちゃんの味方だよ。シデンちゃんの強さはお母さんたちが一番よく知ってます。頑張れ、負けるな。返信待ってます。それじゃあね。見たか？悪いけど見えたわ。いいお母さんね。いい大人に毎回こんなメッセージを送ってくるんだぞ。いつまで経っても人を子供扱いして。わざわざ端末でやり取りしているの？お守り代わりにって無理やり持たされているんだ。一般人と違って脳内で受け取れるのに本当に面倒な親だよ。あなたがどうしてそこまで反発するのかわからないが、家族からの励ましが嫌なの？ありがたいとは思っているさ。でも期待に応えたくて努力しても結果が出ないことはあるんだ。そんな時に頑張れと言われ続けると自分の力不足を責められているような気分になる。随分と甘えているのね。なんだと？私は幼女としてランドール家に入って以来、両親から励ましのメッセージをもらったことなんて一度もないわ。境遇を比べるつもりはないし、どちらが幸せかなんて一概には言えないけれど、私から見ればあなたはとても恵まれていて温かい愛情を受けている。羨ましいとすら思うのに。お前の境遇も考えず勝手なことを言ったな。悪かった。でも僕に家族の励ましは不要なんだ。両親は僕がどれだけ無様な失敗を犯しても褒めてくれる。それじゃ実力の測りようがない。上にのし上がるためには客観的な第三者に認めてもらわないといけないんだ。家族から愛されているだけじゃ不満なの？そこまでして認められたい気持ちは私にはよくわからないわ。ああ、わからなくて当然さ。勝負に勝ったお前からすれば僕は劣った存在だからな。何年も必死に訓練してきたのに、入隊1年目の新入隊員にあっさり負けるなんて、みっともないにも程がある。きっとお前も陰で僕をバカにして笑ってるんだろう。バカになんてしていないし、笑ってもいないわ。他人に認められたいという気持ちがわからないだけよ。もしきちんと説明してくれるなら理解できるよう努力するわ。理解する気があるのか？そう言っているじゃない。僕は忙しいんだ。お前にいちいち説明してやる義理はない。シデンも随分悩みを抱えているのね。やっぱりいろいろ話してみないとわからないものだわ。それにしてもコミュニケーションって難しいわね。Bah, en même temps, avec lui, c'est encore plus compliqué. 一つお前に釘を刺しておくぞ。この舞台はお前が引っ張っているわけじゃない。あくまで僕がお前にこの舞台を引っ張らせてやってるんだ。それを忘れるなよ。結局、私が舞台を引っ張っているというふうに聞こえるんだけど。とにかく慢心するなということだ。せいぜい足元を救われないようにしておけ。OK. Vous avez offert un panneau d'affichage. Bien vu. OK.少し理解できた気がする。シャクだがな。何が？お、母さんね、ちょうどいいところに。冷蔵庫からコーラを取ってきてくれないか？別に構わないけど、嵐が自分で取ってくる方が早いと思うわ。私がカロリーを必要としているのに、超能力でカロリーを消費したら本末転倒だろう。安心したまえ、借りはいつかちゃんと返すよ。
いつになるかは未定だが。重ねを理解することで戦闘の効率。見る目があるね。気が利くね。マジか。ありがとな。カサネちゃん、わざわざ会いに来てくれるなんて、もしかして俺のことを好きになっちゃったん？いいえ、ただ様子を見に来ただけよ。元気そうね。それじゃ。おっと、相変わらずクールだな。せっかく会いに来てくれたんだし、このまま俺とデートしない？遠慮するわ。ですよね。ってちょっと待った、まだ何かよ。悪かった悪かった、デートって言葉が良くなかった。この機会に仲間として親睦深めるってのはどうよ。素直には信じがたいわね。母さんに最近ピリピリしてるからな。ナオミちゃんのこともあったし、年長者としては心配なわけよ。ここらでちょっくら息抜きしとこうや。頼れる先輩とお茶でも飲みながら気分転換してみない？何か裏がありそうな気もするけど、でも確かに一度カゲロウと話してみるのは悪くないかもしれない。一応仲間なのに未だにつかみどころがないし、どういう人間なのか把握しておくべきね。わかった、少し話すくらいなら。お、ようやく乗ってきてくれたか。さあ町に繰り出せ。判断は誤ったかしら。それで一体何を話せばいいの？そうね、まあ近況とか。つうかなんだかんだで一緒にいるんだから、お互い近況はよく知ってるよな。ま、今日はカサネちゃんの息抜きが目的だし、話したいことを話せばいいんじゃねえの？私は今のところ息抜きの必要性を感じていないけど。ああそう、じゃあ俺から聞いちゃおっかな。お前とナオミちゃんめちゃくちゃ仲良かったよな。姉妹なんだから仲がいいのは当たり前でしょ。そうか、実の姉妹以上って感じだったけどな。なんか仲良くなるきっかけとかあったわけ？それはお姉ちゃんが私を守ってくれたからよ。ランドール家では私の居場所はなかったから、両親にも心よくは思われていなかったし、あの家でお姉ちゃんだけが私に優しくしてくれたの。なるほどね。カサネちゃんの成長を支えてくれた恩人ってわけだな。いいお姉ちゃんでないの？そうね、客観的に見れば恩人って言えるのかしら。私にとってはあくまでお姉ちゃんだけど。ダメだわ、カゲロウのことを聞くつもりだったのに、さっきからずっと私の話をしている。よっぽどナオミちゃんが好きなんだな、カサネちゃんは。え、
ええ、そうね。他の誰にも変えられない存在よ。なら聞くが、もしナオミちゃんが元気だった頃まで時間を巻き戻せたら、そうしたいと思うか？時間を？そうすりゃまた二人で一緒に過ごせるだろう。何事もなかったようにさ。お姉ちゃんと一緒にいたいに決まってるじゃない。でもそれはできないわ。どうして？お姉ちゃんの苦しみも何もかもなかったことにするのは、お姉ちゃんの人生を否定することと同じだから。なるほどな。どうしてそんなことを私に聞いたの？いや、俺もいろいろと後悔ばかりの人生を送ってるんでね、過去とどう向き合うかってのをよく考えるわけよ。まあ、カサネの言う通り、起きちまったことはそのまま受け入れるしかねえんだよな。私の話はもう十分よね。せっかくだから、カゲロウの過去の失敗っていうのを聞かせてくれないかしら。おっと、そういうのはおいそれと話せねえな。俺様のミステリアスな魅力が薄れちまうだろ。そう、なら無理にとは言わないけど。いきなり距離詰めすぎるのも野暮ってもんだろう。少しずつ歩み寄っていこうや、カサネちゃん。わかったわ。結局カゲロウ自身の話はほとんど聞けなかったわね。でも一瞬だけど、少し雰囲気が変わった瞬間があった。いつも軽薄に振る舞っているけど、表には見せていない。何かがあるのかもしれない。考えすぎかもしれないけれど。カサネちゃんってやっぱ変わったところがあるよな。意外性の女とでも言うか。お姉ちゃんには誤解されやすいタイプだって言われていたけど。ああ、わかる。思ってることをズケズケ言うしな。敵作らないためには黙ってる方が利口だとは思うが、まあそういう損得感情ないところがカサネちゃんの面白くていいところだよな。Ok, petite sauvegarde du coup. Et puis on va s'arrêter là pour ce soir.